それではちょっと無理だと思いますね。どのくらいの流量が出るんだ。あ、じゃあちょっとあれか、あのでかあの大きければ容量は大きいほどいいです。あの系統全体を加圧することになるので、あのできるだけ早めに弁を開けたいという意味では、あのできるだけ大きい容量のものがいいです。あ、ごめん、できるだけ大きいってどのくらいのイメージなの。何インチぐらいの配管の中にAI入れるんだよ。あ、配管の取り合いは現場を見てからじゃないと決められないんですけども、現場を見て、あの取り合うところでもう入れるということです。で、あのリアクタービルには行けないので、タービンビル側からもコンプレッサーの出口あたりからもう系統全体を加圧するというような形になります。で、あのちょっと取り合いの配管は現場見てからです。そうすると何で、じゃあ最終的にさ、圧力どのくらいあればいいの。圧力何キロか。圧力は7キロです。あの7キロね。7キロ以上の出るようなやつ探して、ちょっと 1F に遅れるようにちょっと調整します。はい、あの一般にあのコンプレッサー7キロで設計されていると思うので、7キロのもので、あの容量がはできるだけ大きいものということで、すいません、 お願いします。はい、ちょっと探してみます。すいません、お手数かけます。